今週のゲストは漫画家の樋口亜紗さんです。どうも初めまして。はじめまして。こんばんは、よろしくお願いします。樋口さんはね、女性でいらっしゃって、はい、なんでまた野球の漫画を描かれたんですか？ですね、きっかけは漫画で申し訳ないんですけれども、ドカベンなんですよ。ドカベンが好きだったんですか？そうなんですよ。なぜ？テレビで見たんですよね、アニメをはじめに。で、キャラクターの里中君ってピッチャーが好き でそこから可愛らしいし、かっこいいし。そうなんですよ。でそれで漫画を集め始めたくらいに、あ、甲子園っていうのは現実でもやってるんだなっていうことに気づきまして。先に漫画を見て。そうなんですよ。まさに今、選抜高校野球で球児盛り上がってますから、はい、やってますね。で自分は中学校と高校とソフトボールやったんですけど。あ、でもご自身がやってたんだ。やりましたね、近づきたくても。へー。でもその里中くんを見ててですね、どの辺に惹かれたんですか？そうですね、里中くんはキャラクターとして好きだったんですけど、山田くんがですね、いろんなリードをするんですけど、難しいんですよ。里中くんは小柄でちょっとアンダーハンド気味に投げて、で主人公のドカベンがキャッチャーですもんね。はい、だからその南投派なんだけど、コントロールと変化球で打ち取るっていうことで、その頭を使う部分がすごい面白いと思ったんですよね。頭使うところに多分ね、お面白いぞっていうのがあったんですよね。ということは、はい、それを今度自分の漫画にしようっていうことで。そうですね、だからよく文系野球漫画みたいなこともちょっと言われちゃうんですけど、すごくリズメで書いちゃうんですよね。僕らはやっぱり子供の時の巨人の星のイメージがあって、はい、もちろんドカベンもそうですけど、すごくこう本当か嘘かなって。ドカベンはちょっとこうキャラクターがね、変わってきて、やっぱ巨人の星からするとそのドカベンと、あと次にキャプテンという漫画があったんですけど、すごくリアルに感じたんですよね。これなんか自分もその世界に入ってけんじゃないかなっていう、球とか持ちたくなっちゃうような感じですよね。ボール投げたいって思うような。大きく振りかぶったというのは、今までの野球の漫画とそうすると随分違ってるように今思ったんですが。ああ、でも流れでしょうね、多分。今この私の漫画だけじゃなくて、他にもいろいろやってる野球漫画見ても、結構みんな架空というか魔球とかは出てこなくて、もう普通に戦略とか、もう球種の組み立てとか、そういうので勝負していく。樋口らしさみたいなのどうやって出していこうと。ですね、これ結果的にそうなってるんですけど、私父母会に混じって取材させてもらってるんですよ。父母会？もう、じゃあママさんやってんですか？そうなんですよ。そこに行って、はい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 、話聞くわけですか？そうなんですよ。子供の野球見ながら。はい。もしかしてそれが取材ですか？そうですね、もう本当にお母さん方からの情報がすごく大きいですね。例えばですね、その1年生からエースをやってる子がいたんですけど、その子なんかこっちから見てると、あ、1年生なのかっこいいなって思うんですよ。でもそのお母さんの話を聞くと、あの子未だに仮面ライダー見てるんだよなんていうことを言ってくれて、あ、そうなんだ、男の子が仮面ライダー好きだもんねなんて言って。心底野球じゃないですもんね、まだね。そうなんですね、だからそういう、ちゃんとまだ子供らしいところがあるっていうのがすごく分かって、家でのその様子を聞くと、でそのグラウンドで見るとかっこいいわけじゃないですか。でそのギャップとかが面白くて、その一人の人間として出来上がるんですよ、その自分の中のキャラクターが。そういう肉付けをしていくと、で男の人の漫画だとなかなかそのお母さん出てきても、そんなに生き生きしたお母さんにはならないんですよ。あんまりリアルじゃなくて、割とステレオタイプの。その辺がちょっと他の人とはやっぱり女が描いてるってあたりで違ってきてるのかなっていうふうには思いますね。だからその野球がもちろん好きで、それを通してっていうことはあるんですけど、その高校生の1年生から3年生までの本当に変わるんですよね、男の子っていうのは。うわ、こんなたくましくなっちゃってっていう、そのあたりまでのその成長が描けたらなっていう感じですね。でやっぱり女性の目から見たり、お母さんの立場から子供の成長がってことなんでしょうか。はい、そうですね、それは大きいですね、大きくなっちゃいますね。どういうものが取材によって本物の絵になっていくんですか？負けた時とか、みんな言葉をかけるじゃないですか。その時に出てくる言葉なんていうのは、やっぱりもう、ありがとういただきましたっていうね。もうずっとベンチだった子なんかが、まあ俺ずっと野球が最後の挨拶で、うまくならなかったんで、ずっと試合とか出られなかったんだけど、3年間続けてきてよかったっていうことを、本当に続けてきた子が言うと、もうすごく実感としては残るんですよね。漫画にそのセリフだけ見ると、普通の言葉なんですけど、ずっと3年間その子がやってきたのを見てて、ほんで出られなくて、もう全然出られなくて、だけど毎日練習に来てて、でまあ本当3年生の仲が良くて、そういうのを見せてもらうとやっぱ
感動するんですよ。ああ、いい仲間になったんだなって思うわけですよ、で、そういう気持ちを読者の人にも味わってもらいたいなって思いますね。あと、そのメンタル面だとか、心理学的な話を多く取り入れてるって、はい、それもですね、取材しててですね、まあ練習はみんな上手なんですよ。なんですけど、試合になると、なんでそんなのところで落とすのとか、そこ投げちゃダメでしょとかっていうことがポロポロ出てくるんですよ。で、これはやっぱりもう体は肘から鍛えられても、今度メンタルじゃないかと思いまして、試合で緊張しなくなる道はないものかと一生懸命自分で考えてた当時、そういうメンタルトレーニングっていう分野があるんだっていうことに行き着きまして、で、これをなんかもっと、もう科学的にかなり証明されてるし、今国家資格にもなりそうな資格なんで、これもっと高校生に広めたらいいんじゃないかなっていうふうに知識としてでも持ってると、緊張しないっていうパターンがあるんだぞっていうことを分かるだけでも、実際のプレーでね、緊張してもう最後の夏っていうのは本当みんなかけてきますから、なるべくベストなプレーができるようにっていうふうに、それでね、持っていければなっていうふうに思って、だからなるべくちゃんとそっちの勉強の方でも取材して、間違ったこと書かないように、お願いします、細かいルールがあるんで入りにくいんですけど、一回やっちゃうといろんな作戦が立てられて、もうそれは守備の連携一つにしても、もう本当にもうかなり確実化されてるんですけど、チームごとに違ったりして、そういうところを見ていくのも面白いんですけど。大きく振りかぶってって、なんでこのテーマになったんですか。これはですね、もう本当迷ってこのタイトルにして今では気に入ってるんですけど、まあ内容にしかならないし、どうなっても案外平気だから、大きく振りかぶっていこうよと。だからアナウンサーの方がもう必ずじゃないですか、ピッチャー大きく振りかぶって、はい、もうあの言葉聞くとちょっとゾクゾクっとします。プロ野球を例えばテレビで見たり、ラジオでお聞きになったり、球場に行った時ってどうやって野球見てるんですか。基本的にはまあただ見てますけど、やっぱりその守備の形を見ますよね。で、それがなんかピッチャーによって変わったりしてくると、すごくおお面白いって思いますよね。はあ、このピッチャー信頼されてんだとか、今具体的にどういうピッチャーの何を注目してるのかということを、去年すごく活躍したんですけど、今私楽天にちょっと注目してますですね。それは田中君と、まあ、岩隈さんと。まあちょっとね、田中がね、好きでね。わかる。じゃあ、田中マー君の、はい、やっぱり気迫が溢れるピッチングっていうか。それもあるし、あと、もう岩隈がですね、もう彼に花を出せたいと思ってますね。岩隈好きな、見た目が。見た目じゃないですね、今まで歩んできたところとか、故障を乗り越えたり、ピッチングフォームなんかも変えたじゃないですか。軽い変えたっていうのね。ダルビッシュは高校野球やってた時に見に行きましたけど、でかーいって思いましたけどね。でもそう、ダルビッシュが涌井と同じじゃないですか。その関東大会で国体を見に行ったら、もうダルビッシュ結構ふにゃふにゃって投げてて、涌井がすっごい良かったんですよ。その後、涌井も本当にいいピッチャーだななんて思いながら。スカウトですね、ほとんど。プロ野球の。我が西武に来てくれて、いや我がじゃないですけど。あ、実はライオンズ。もうライオンズはね、ちょっとやっぱり地元なんでね、どうしてもですね、おかわりくんもいいですし。ねえ、そうなんですか。いや、でも本当どの球団も、もうどこの球団ファンっていうことなく見てるんで、もうだってプロ野球の試合見てたら本当面白いじゃないですか。そうですね。うまいっていう、監督のね、仕草とか面白いし、みんな個性があるから、本当に勉強になるし、もう単純に面白いですね。じゃあ優勝の候補を挙げていただければと思うんですよね。せっかくですから。これだけ野球のこと詳しくて、スカウトみたいな見方してるっていうことで、いや、まず、混戦の予想されるパシフィックリーグは、そうですね、希望を込めて言うと、もしかしたら、でも監督がな、ちょっとな、でも、楽天。だからその采配の方がちょっとまだ見えないんで、なんとも言えないんですけど、戦力的にはね、楽天ですか、ちょっと面白いんじゃないかなって思ってるんですけど、セントラルの方はですね、巨人が強いんじゃないかな。8番吉野部ですからね。ちょっとまあ、今花開きましたよね、その、たくさん補強した人たちが、もういろいろ言われて、もっとプレッシャーもあったと思うんですけど、もう本当にね、花開いた。って思いますね。やっぱり野球って面白いと思うんで、はい、面白さをぜひ。そうなんですよ、もう本当に野球人口が増えて、ね、っていうかスポーツ人口全体なんですけど、ね、スポーツが盛んな、になるといいなと思って書いてます。今日のゲストはですね、はい、大きく振りかぶってを書かれている漫画家の樋口朝さんです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。